マイケル・レイ・リチャードソンは、アメリカ合衆国の元プロバスケットボール選手、指導者。身長196センチメートル、体重86キログラム。ポジションはガード。NBA のニューヨーク・ニックスなどで活躍した。オールスターに4度選ばれた高選手だったが、薬物規定違反により1986年にリーグを追放された。その後は、 米セミプロリーグやヨーロッパのプロリーグでプレーした。リチャードソンはテキサス州ラボックで生まれた。進学したコロラド州デンバーのマニュアル高校は州駆市の強豪校であり、彼は当初目立った選手ではなかったが学年が上がるにつれて頭角を表した。高校卒業後、リチャードソンはリクルートを受け、モンタナ大学に進学した。一年時には NCWA トーナメントで ベスト16に進んだが、これは今なお学校史上最高戦績となっている。2年時以降はチームのエースとして活躍し、3年連続でカンファレンスのオールファーストチームに選ばれた。大学通算1827得点は学校史上2位、372アシストは同3位であり、1試合40得点及びシーズン平均24.2得点の学校記録も樹立している。 大学卒業後、リチャードソンは1978年の NBA ドラフトにおいて全体4位でニューヨークニックスから指名を受け入団した。2年目の1979から80シーズンに先発に定着すると、いずれもキャリアハイの平均10.1アシスト3.23スティールを記録し、史上3人目となるアシスト王とスティール王の同時受賞を達成した。 またこの年からオールスターに3年連続オールディフェンシブファーストチームに2年連続で選ばれている。1982年リチャードソンはバーナード・キングとの交換でゴールデン・ステート・ウォリアーズにトレードされた。1982から83シーズンはウォリアーズでわずか33試合に出場した後再びニュージャージー・ネッツに移籍しそこでシーズンの残りをプレーした。 なお、このシーズンは平均2.84スティールで2度目のスティール王を獲得している。翌1983から84シーズンは48試合の出場に止まったが、ネッツはプレーオフ1回戦で前年王者のフィラデルフィアセブンティー・シクサーズを破る大金星を挙げた。リチャードソンはシリーズ最終戦で24得点6スティールを記録する大活躍を見せた。 ネッツで3年目となる1984から85シーズン、リチャードソンは全82試合に出場し、キャリアハイの平均20.1得点に加えて2.96スティールで自身3度目のスティール王に輝いた。完全復活を果たしたリチャードソンはカムバック賞を受賞し、オールスターにも3年ぶりに復帰した。1985から86シーズン終了後、 リチャードソンは薬物検査で陽性反応を示した。自身3度目の薬物規定違反であったことから NBA コミッショナーのデビッド・スターンはリチャードソンをリーグから永久追放することを決定した。その後1988年に処分は解かれたがリチャードソンが再び NBA でプレーすることはなかった。NBA での成績は556試合に出場して 通算8253得点3899アシスト1463スティールであった。キャリア平均2.63スティールはアルビン・ロバートソンに次ぐ史上2位の記録である。NBA を離れた直後、リチャードソンは国内セミプロリーグのユートブルや CBA でプレーした。その後1988年にヨーロッパに渡り、 イタリアやフランスなどのプロリーグで現役を続けた。1990年にはフィバサポルダカップで優勝して得点王を獲得し、1995年にはフランスのリーグナショナルバスケットボールでも優勝を経験している。2002年に47歳で現役を引退した。リチャードソンは2004年に CBA でヘッドコーチに就任した。 2008年2009年には所属チームをリーグ2連覇に導いている。その後カナダのプロリーグ NBL に移り、2012年2013年と2年連続でリーグ優勝及び年間最優秀高知賞受賞を達成した。b a s k e t b a l l r e f e r e n c e c o m ありがとうございます。